皆さんこんにちは、アンコウです。アンコウのオペラ砲弾、燃えよオペラ、第232回。今日は2022年の、10月23日です。はい、ちょっと間合いがまた空いてしまいましたけれども、僕は元気です。はい、皆さんもお元気でしょうか。今はね、都内某所、ちょっとこれから、今毎日通ってます新国立劇場の方に行く途中なんですけども、はい、今日はね、今僕が関わってますこの、新国立劇場のこれですね、ボリス・ゴドノフ、これについてまあちらっとねお話をしたいと思っております。はい、まあ新国立劇場との、で仕事をし始めたからね、もう僕はもう本当にな、あの、幸せなことに 長く仕事させてもらってるんですけども、初めは歌手としてね、合唱、主に合唱で乗っていたりして、それから演出に変わってから演出助手とか再演出とか、まあ、いろいろな形でね、もう数多くのプロダクションがかかってきましたけど、今回この乗っているこれはね、会場25周年記念公演ということなんですよね。つまりだから25年前にちょうど、新国立劇場開場したということで、1997年ですね。その開場した時のタケルっていうのに僕が初段で乗っておりました。はい、まあそこからね、そんだけ時間経ったんだって、もうまあ僕も年を取るはずですけどもね。でそこからまあいろんなプロダクション入ってきたんですけど、今回の今入ってるこのボリス・ゴドノフはね、その中でもきっと、もうすごく記憶に残る、プロダクションになるなというのは今からわかりますね。それぐらいやっぱりいろんな意味で、ハードルの高い、作品です。はい、まあ、あの、皆さんご存知だと思います。これはモデスト・ムソルグスキーですね。ロシアの、作曲家です。19世紀の半ばに活躍した、40数歳で亡くなってしまった方ですけどもね。それで作品も決して多くはないです。オペラも、完成したのはこのボリス・ゴドノフだけだってことでね、他の作品は未完のもので、でこのボリス・ゴドノフについてもまあいろいろなその内容が政治的な内容であるっていうのもあるんですけども、あとはその、いろんな問題があって、版がいろいろあってですね、それで今残っているような形でのものは、ボリス、ムソルグスキーはちゃんと聞いてないと思うんですよね。だから、まあ、本当に、まあ、ある意味で不幸な人なんですけど、ただ、まあ、今回これやっててね、もう僕はそのムソルグスキーって言うと思った皆さんも誰でもよく知ってるのが、あの展覧会の絵っていうのがありますよね、ピアノのね。でそれをまあモーリス・ラベルが、オーケストレーションつけたあれも有名なものがあったりして、あとは萩山の一夜っていう短いオーケストラの曲ですけどもね、あれなんでもあったりして、そういうもの本当に若い頃に皆さん親しむと思うんですけど、あとは飲みの歌とかねありますよね。でもこのボリス・ゴドノフってなってくると、やっぱり内容が非常にこの重厚で重くてっていうのもあるので、なかなか僕も正直言ってオペラ好きと公言してはばからない人間ですけど、じゃあどこまでこのロシアオペラを知ってるかというとね、なかなかそうでもなくてね。なのでこの間、去年の春ですかにやった、ヨランタですね、ヨランタに関してもチャイコフスキーの、あとはストラヴィンスキーの、夜泣き動いすなどに関しても僕もほとんど知らなかったんですよね。だからまあヨゲニオネギンとか知ってましたけどね。だからそれで自分の無知を恥じましたね、本当にね。でこのボリス・ゴドノフに関しても全くそうです。はい、でこれは、アレクサンドル・プーシキンの、戯曲に基づいてますね。はい、それでこの、動乱期と呼ばれているこのロマノフ朝っていうものが、立ち上がる直前にあった、イワン雷帝という有名なあの皇帝がいるんですけど、その人からそのロマノフ朝が始まるまでにあった大変な動乱期のところにいた人がこのボリス・ゴドノフと、この実在の人物ですね。でそれを元に描いたのがプーシキンの戯曲で、でそれを、元に作曲されたのがこのムソルグスキーのものでっていうね。それでまあそこにはやっぱりこの、まあ今もまさにそうですけども、その、まあ巨大な国です、ロシアっていうのはね。それでやっぱりそこに北の、国土ですから、やっぱり非常にこの厳しい風土があって、
で、そこのところに、こう、なんていうのかな、じっとこうしているっていうことはなかなかできないと。やっぱりそこに豊富な、農作物が生まれてくる、そういう土地、まあ、今のウクライナとはそうですけども、とかもあったりとか、その隣国にね。そうすると、やっぱりそこのところの国境の争いみたいなもの、このボリス・コゾロフのまさにそういうことが描かれるわけなんですけど。まあ、そのことについてはね、まあ、またちょっといろいろお話しさせていただくっていうか、まあ、させていただくってことの僕の、ね、そういう知識があるわけじゃないんで、僕はとりあえず今得てるものをなんとなく喋ってるに過ぎないんですけど、まあ、僕が、まあ、皆さんにね、なぜこういう今 YouTube で萌えオペラをやってるかって言ってね、やっぱオペラを、こういう時代ですけども、歌を歌うとか合唱とかあとオペラとか全部難しい時期でね、でそういう中でも、多くの方にオペラ聞きに来てもらいたい、またオペラのことをいつも語っていってもらいたい、思っていってもらいたいと思ってるんで やってるところが非常に大きいです。なぜならそれは僕の職業なんで、はい、なので、ですけどもね、この、ボリス・コゾロフに関して僕はとにかく一番喋れることっていうのはこの稽古場のことですね。で今僕がこの作品をやっている中で、一緒にこう仕事をしているこのポーランドの、演出家、マリウシュ・トレインスキーさんという方ね、もう天才です、天才。この方の本当に激しい稽古をね、毎日、まあ、今日もこれからあるんですけども、もうぐったりですよ、終わったら、まあ、基本的に英語でやるんですけど、でもテキストはね、ロシア語のテキストで、それで、彼はまあ自分のチームの人とはポーランド語で話したりするんで、もう頭の中ぐちゃぐちゃになりますね。でも、本当にね、なんかその、ぐちゃぐちゃになるって、頭の中がぐちゃぐちゃになるって、こんなに素敵なことなんだって、本当に思います。難しい時代だし、でまあ、何度もそうだけど仕事をやっていく上でね、こう何かを一つ一つ積み上げていこうと思うじゃないですか。積み上げていこうと思うと、そういう難しさ、頭ぐちゃぐちゃになることっていうのは大変きついことなんですけど、ただそのぐちゃぐちゃになっているところから何かが見えてきた時のその幸せって言ったらありませんね。でまさにこのボリス・コゾロフっていう作品が多分そういうことをはらんでるんだと思うんですね。一筋縄でいかないところがあって、でそれをもう本当によくこういう風な切り口でこれを語れる、なというぐらいに、この、トレインスキーの今回のこの演出っていうのはオリジナルでユニークで素晴らしいと僕は思います。はい。まあトラウマを抱えたね、このちょっとこう悪夢的な世界の中をこう歩んでいくこの皇帝、孤独な皇帝ボリス・コゾロフについてのお話なので、内容は大変暗いですし大変悲惨なんですけども、まあ、あえて言うならば、これはで演出家自身も言ってますけども、マクベスに大変似てますね。ヴェルディのマクベスに似てるし、あとヴェルディの僕はドン・カルロにも大変似てると思いますね。そういうところの非常にこのなんていうんですかね、報われない悲劇にどんどんこう突っ走っていく人間の、でもこの人間の中にまさに人間としての生きていく苦しみとか、人間が生きていくってことなんだろうとかいうようなことがね、そこの中にあって、それはただ単にこの、皇帝、ロシアの皇帝のお話ってことだけじゃなくて、今を生きている私たち一人一人も通じるそういうところがあるなっていうふうに思うんですね。はい。トレリンスキーさんの、ごめんなさい、さっきトレインスキーって言ったのトレリンスキーさんですね。トレリンスキーさん。はい。トレリンスキーさんはね、僕と同い年です。はい。同い年でね、非常にこの、なんていうんですかね、スマートでね、で、演出の仕方としてはね、とにかく、ものすごいその裏付けがあって、今回もね、これ、まあ、ドラマトゥルクの、マルティン・チェコさんっていう方がいらして、まあ、その方と一緒にこのプランを作ってるんだと思いますね。あとは、まあ、そのデザイナーチームの中には僕が宮本亞門さんのパラシファの時に一緒に、ご一緒したボリス・
クドルチカさんとかもね、もう本当に懐かしい方もいらっしゃる。また今回も会うのが再会その楽しみなんですけど、あとは、映像はね、バルテックマッシュさん、この方もパルシファルにいらっしゃる方ですね、とかね、もう他にもいろんな方がいて、あとはヘアメイクの方、シンドラーのリスト、シルバーグのシンドラーのリストの時にヘアメイクをやったっていうね、もうハリウッドでも活躍をしている方が、おじいちゃんなんですけどもいらしたりとかね、もうすごいそうそうたるメンバーなんですけども、でもね、本当にその作り上げられたものっていうものはね、すごいんですよ。だからそこにいろいろなもの、裏付けもいろいろあるんで、いろんな、まあ、読み替えっていうのとはちょっと違うんですね。何かを違うところに持っていって何かしてると、まあ、現代的には演出してるんですけども、ただ木を照らってると思う方もいるかもしれませんけど、でも木を照らってるわけじゃなくて、その光の差し込み方っていうものがね、非常にオリジナルなんですね。だから本当そういう意味では全くの正攻法ですよ、この人物を真正面から見るってことに関してはね。だからその見方っていうものが、そのロシア史的なものであるとかいうことではなくて、このボリス・ゴドロフっていう人間、特にその人の精神世界を描くっていうところでのことですね。彼の、家族への愛とか、また彼のその権力への固執、しかし同時に自分が権力を得るためにそこで、犯してしまった罪というものに対しての、意識ですね。まあ人間誰でもあるじゃないですか、何かねに関して、後悔であるとかね、そういうものが自分をこうたびたび悪夢のように責め立てるようなことって、まあ大げさに言えばそうなんです。小さいことで言ったらあると思うんですよ、皆さんにもね。僕あります、もう毎日のようにあります。あ、なんで今日ああいうことをしたんだろうとかいうことがねあったりしてね、それがずっと延々とこう苦しめていくってね、うん。まあ今回まあ何回かに分けてボリスのゴルドロフのことを話をしていくんですが、今日特に一番最初の印象で思ったのは、このモノストロフスキーの音楽っていうものが大変に現代的だなと思ったんですね。で、特にこの中でこの鐘の場面っていうところがあるんですけど、この鐘の場面をこのトレディンスキーはすごくうまく使ってるんですけど、ここって本当に、僕はバーナード・ハーマンだと思ってますね。バーナード・ハーマンと聞いてすぐ分かる方は映画好きの方だと思うんですけども、アルフレッド・ヒッチコクの、映画音楽ですね、を撮った。で、あとは、まあ、僕はバーナード・ハーマンの音楽に一番初めてやったのは、マーチン・スコセージのタクシードライバーの音楽でね。これは、ヒッチコクの大ファンだったマーチン・スコセージが、バーナード・ハーマンにぜひお願いをしたいって言って、バーナード・ハーマンの一番最後の作品がタクシードライバーなんですけど、美しい、ロバート・デ・ニーロを演じるトラビス・ビックルがね、ヨーロッパをイエローキャブでこう徘徊するとか、そこで行くときにね、流れるあの音楽ですよ、サックスの。でも、七国の中でね、特に、もう僕の本当に大好きな、バーティゴ、めまいとか、あとは、サイコとかね、そういう映画の中にあるものは、もう、ほとんどムソルフスキーだと言っていいんだなってことがよくわかりましたね。ムソルフスキーのこの音楽、この、悪夢的な音楽っていうのものは本当にいろんなところに影響を与えているの。それぐらい現代的なものがありますね。まあそういうところまだあんまりよくご存じない方は聞くだけでもきっと、ボリス・ゴドロフっていう作品がね、非常に今現代的で、刺激的に、聞こえると思います。過去の19世紀半ばのね、遠い昔の曲だとはとても思えないですね。本当に素晴らしいです。はい。まあ、まだ今稽古が始まって、10日ぐらいですか。だからあと、まあ、3週間ぐらいね、これから、あるんですけども、中で、こういう、まあ、毎日毎日いろいろなね、激しい稽古をしながら作っていきます。まあ、その中でいろんなことをまたご紹介できたらいいなと思っておりますので、はい。ということで、秋の1日ですね、今日は日曜日ですけど、僕は仕事ですが、皆さんお休みの方もいらっしゃると思います。はい。どうか良い一日を。